うじまい TV 始まるよ。皆さんこんばんは。こんばんは、うじまいです。伊藤しおりです。本日もうじまい TV ご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。うじまい TV とは、私うじまいが毎日1曲ずつ心を込めて歌った歌をアップしていく、そんなチャンネルになっております。ます。はい、ということで3月31日の今日はですね、サポート伊藤しおりちゃんを迎えてコメント部分からお届けしたいと思います。3月もう終わりなんだよ。早い。早いね。早いですね。早いでしょ、うん、私さ、昨日か一昨日のコメントでね、もう1年終わりますみたいなこと言っちゃったんです。それはなんか明日死ぬぐらいの勢いで時間が過ぎていくんじゃないですか。そうだよね。でもいつ死ぬか分からないからさ。確かに。そうでしょ。一日一日を大事に大事に行きたいでしょ。そう。そんな今日はね、合唱曲の旅立ちの日にをお届けします。これしおりちゃん、これ聞いたことあったの？ありました。卒業式って言えばこの曲なんで。そうだよね。そう。え、式でじゃあ聞いた？やりましたね。中学、小学校、小中高って全部だった。あ、本当に？あら、私小学生の時しかやってない。本当ですか？うん。だって中学何歌ったのかな。第一三章とかだった。母なる大地の懐に。歌ったことない。本当に？これ世代ですか？これ世代ですか皆さん？どうなんだろう。私ソプラノだったのずっと。母なる大地のって、これ今日全然関係ない歌ですけど。うん。そうですか。そう。この感じね。そう、明日からね、4月もう新年度。本当だよね。新年度。フレッシュな気持ちでまたうじまい TV なんだこれやっていきますんで。フレッシュ。しおりちゃん、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあそんな今日なんですけれどもね、この二人で、旅立ちの日にお届けします。アレンジをちょっとガラッと変えて、お届けしますので、お楽しみいただけたらと思います。では早速聞いていただきましょうか。はい。3月31日の今日はですね、旅立ちの日にです。聞いてください。どうぞ。どうぞ。嬉しさに